入学おめでとうございます。研究科を代表して皆さんにご挨拶申し上げます。この9月に入学した学生は全部で58名になります。そのうち修士課程の学生は50名、それから博士課程の学生は8名ということになります。現在の国際情報通信研究科で勉強している学生の数は、修士課程の学生、それから博士課程の学生合わせて全部で325名という学生数になります。毎年国際情報通信研究科で学ぶ学生は世界中から入学してきています。今年もアフガニスタン、中国、ギニア、ギリシャ、カンボジア、ミャンマー、タイ、台湾、ベトナムと日本を含む全世界から情報通信の勉強あるいは研究を目的として入学してきています。国際情報通信研究科は情報通信を情報通信技術、それから映画映像を含むコンテンツクリエーション、それから社会科学という領域から学ぶことができます。私たちの国際情報通信研究科の特徴は、専門教育というだけではなくて、情報通信をいろいろな観点から学ぶことのできる学際的な教育環境、あるいは研究環境を提供しているということとともに、世界中の留学生が一緒に勉強や研究を行うことのできる国際的な学術的環境を提供しています。最初に国際情報通信研究科の生い立ちについて話し、次にその目的と現状、それから大学院で学ぶことの意味についてお話ししたいというふうに思っています。大学院国際情報通信研究科は情報通信教育研究のグローバルな人材育成を目的として2000年に設立しました。設立以来、日本のみならず世界中から留学生が入学してきて、世界でもトップクラスの教育研究環境を提供してきています。すでに1354名以上の修士課程の学生、それから140名を超える博士課程の学生が卒業して、日本のみならず世界中の企業、それから研究機関、それから政府、あるいは大学で活躍しています。皆さんも先輩たちの後をこの2年間あるいは3年間の生活を通して十分な成果を持って卒業していってほしいというふうに考えています。ここで大学院で学ぶことの意味についてお話ししたいというふうに思っています。私たち人類は20万年前にホモサピエンスとして地球上に誕生して以来、多くの知の歴史を刻んできました。人類が地上に誕生した頃は、どのように食料を獲得するのか、あるいはどのように外敵から自分たちの身を守るのか、最近で言うと、フリー Wi-Fi を見つけるために、どのようにそのフリー Wi-Fi を見つけるかというようなこともあって、人々はお互いに、コミュニケーションを取ったり、あるいは一人一人がその知恵を、その一族を守るための知識として蓄積していくことになりました。そしてまたその知識は次の世代へと継承されていきました。人類は他の動物と比べて脳が大きくて、複雑な表現で会話をすることができました。人類は文字を発明し、その一族が安全に生活できるノウハウを何代にもわたって継承をしてきました。人々は種の保存のために戦い、活動の範囲をどんどん広げてきています。先人たちの知識の上に新たな知恵が加わることによって、新たな知識となりました。近年のインターネットやあるいは携帯電話の進展というものによって、私たちの知恵は地球的な規模でそれを獲得することができるようになっています。したがって私たちは特に大学に行かなくても、どこでも学習できる。そしてそのような環境を我々は手に入れることができたわけです。なぜ私たちは一つの場所に集まって勉強や研究を行わなければいけないのでしょうか。人類の知の獲得には二つの意味があります。一つは
先輩たちの偉業である学問体系を学んで、新たな知識としてそれを習得することです。もう一つは、学習したことを体験し、自らの経験値とすることで、人類はその経験値を理論化することで、その行動の規範を作り、その行動規範に基づいて新たな経験値を積み上げるということを行っています。大学は、この二つのことを学習し、トレーニングする場です。単に学習するということだけであれば、大学へ入る必要はありません。この GITS は、世界中の仲間と学習し、それを経験することのできる環境を提供しています。皆さんがこれから2年間、それから3年間の学生生活の中で、新たな歴史を築いていってもらうことを希望しています。そして皆さんが入学の時に思っていた一つの一歩の夢でも、卒業の時に実現しているということを期待しています。